まあ他にも買おうかなって思ったやつはいっぱいあってそうなんかもうちょっとちっちゃめのなんか結構大きめなの買ったのね。そうなんですけどもっとちっちゃめぐらいの本当にブランケットサイズのあのやつしかあののしジェラピケを買おうと思ったんですけどなんかジェラピケでそんなにでかいのはなくて。 とりあえずネットで買ったジェラちゃんはちょっとちっちゃめだったからまあそれもいいなと思ったけどちょっとなんとなく一旦大きめなのかって見ただからちょっと寒くなったらそれにくるまって配信したいと思います 北海道はそりゃそうやんな寒いよね。これ引かないでね。ツナ苦手なのってそうなの。そうなの。ツ <laughs> ナ苦手なの。意外って言われる。あんまツナ嫌いな人っていなくないってねよく言われます。 ゆうなちゃん、ハート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 ありがとうえ今ベイスターズ買ってますかまだベイスターズ買ってるみんな私が見た時はねまだねベイスターズを買ってたんだよ なの今日はねベイスターズ応援してるんだきっとカープファンはみんなそうごめんね巨人ファンの皆さん今日は翔子の味方私は <laughs> ベイスターズさよならのチャンスだって最近はずっと多分その あれですよカープファンはいろんなところ応お会いしてる <laughs> CS に3位になったらいけるじゃないですかで今巨人が3位で <laughs> 広島が4位なんですよそれででもなんだっけ差は3ぐらいですよね多分だからで、まあ、今日と明日がよないんですよ 試合がカープは気になります、本当に本当に。なので、あのー、とりあえず、今日はベイスターズを応援する日で、そうあの巨人を、巨人以外を応援しちゃってる。<laughs> 巨人以外を応援しちゃってます。ごめんね、巨人ファンの皆さん、ずーっと。 同点で終わったのあらら引き分けチャンスはあれだったのか今日はベイスターズ応援してました今日は引き分けか <laughs> 日ビプロ野球の、ね、結果確認してるって可愛い,い私に影響されたの可愛い,い 可愛い,い。三 <laughs> 位、三位争いを。してます。だらーん。んカープが三位になるには。巨人さん。に。ちょっと <laughs>。 その場所を譲っていただかないといけません。<laughs> ごめんね。今日夢にあんな出てきた。何役でしたかいい役だった。<laughs> レインボースターン、私の由美さん。ありがとう。 レグルスさんあとヒデさんレインボースターありがとうございます今日はなぜ近いの、うん、理由はあんまないな <laughs> そんな言わないでお役に立てませんでしたなんて言わないで <laughs> そんな言わないでー <laughs> 4番ピッチャー俺で負ける <laughs> 俺って <laughs> 俺ってなんやねんカープの方が残りシェアをからいけると予想してるってお願いお願いユうありがとうアポアポちゃんこんばんはこんばんはあヤクルトファンなのでってあさってあるっけしああさってあるか今日明日がないのかもこた こんんばはこんばんは,こんばんは <laughs> 応援しなきゃなー太郎さんハートユキエさんレインボースターありがとうございますあらスイちゃんが可愛いじゃんって言ってくれためずらいめず <laughs> らい嬉しいよ学ぶ。 ルマありがとう広島はそう負けちゃいけん神宮でえー、そっかそうよな10月2日から巨人勝ってないのにそろそろ勝たせてもろて <laughs> もろともろてらさんレインボースターありがとうございます 広島勝たせてもろて <laughs> お願い勝たせてもろて頼むけん広島勝たせてんそしたらアンナちゃんがご機嫌だよ <laughs> 誰もアンナがご機嫌じゃなくてもいいってなんだってアンナの目な赤くないま聞いてください聞いてください今日家でね家だったけまだ良かったんやけどマジ10連続くしゃみしたの 弱くない10連続くしゃみすごくない ?10 連続だったからもっとかなえなんか本当になんか自分大丈夫って思うぐらいなんか一人でずっとくしゃみしてたの本当にマジでなんかえみたいなもうなんかもう呼吸苦しいみたいな本当に本当にびっくりしてそうなんかもうえみたいな全然元気なんですけど握手 うん、アクションアクションぐらいのテンポでアクションアクションアクションみたいなもうなんか息吸うタイミングだみたいなもう本当にびっくりした10連ガチャ <laughs> 本当にびっくりして自分でえもう本当になんかもうもう笑っちゃったそう私のことみんな噂しすぎですね <laughs> 黙れってね SSR 出まくりよ え本当にやばくてなんかもうマジでやばかった本当に本当になんかこんなに人間ってくしゃみ連続で出るんだって思ってそういや動画ないでしょ自分がくしゃみしてし始めた時に動画と回さないでしょ <laughs> 全然あの元気でそう元気なんですけど 本当に。いや別に、料理してたわけじゃないから、胡椒も使ってないし、でも全然普通に、何も別に、何しとったかも覚えてないレベルで、でも部屋に行った時に。うん、びっくりした。え、なんかめっちゃ一瞬。その時だけ。え、本当に10回ぐらいしたの。本当に。持ってないんですよ。<laughs> びっくりした。 今日今日一びっくりしたこと <laughs> でもこれがなんか電車の中とかだったらもうマジ終わってたなって思ってよかったなと思って家で <laughs> 今配信の通知聞いた遅っ <laughs> もう10分ぐらいたったで。 感動なのかなでも別にずーっと別に部屋におってからくしゃみしたからなんかどっか外に出かけたとかそういうのでもなくそうなんかさくしゃみってさ別に抑えたくってもさなんかくしゃみ抑えるのってめっちゃ難しくないだからいや何も別になんかなんだろう 洗濯物したとかでもないし布団のバンバンしましたとかでも何もないしエアコンとかも何も暖房もつけてないし何にもつけてないしそうなんかもうただ一人で <laughs> 急にくしゃみし始めるみたいな <laughs> びっくりしました本当になんかもし電車の中とかやったら抑えようとしちゃうけど 頑張ってでもね家の中だったらまあいいかと思って <laughs> でもやばかったアレルギーなんかなあでもなんか上見るといいっていうね電気見る,っていい見るといいんですかあれは上を見るどっちなんですかね「夜公演のアーカイブ見てる」ってねもうちょっとで。 もうちょっとで終わるもうあと数時間もない数時間ぐらいで終わりますねみんな私の配信よりもそれを見なきゃですよねうんたったらーん 持ってるフルールのバッグ私メゾンドフルールのバッグ持ってるっけ <laughs> メゾンのバッグ持ってる私メゾンのバッグ持ってる持ってるけど最近使ってたっけ <laughs> 何のやつだろこんばんはああ椅子かわいいのなるほどね撮影で使ったやつか ゆいちゃんの番組見ました見ままししたた途中だけちょっとだけなんか最後らへん見たパッパラーパッパラーなんか私の悪口言ってた <laughs> なんか私がチビだっていう悪口ア <laughs> スカワンちゃんで応募したよってつぶらちゃんありがとう ありがとう嬉しい。うれちみ、うれちみ大爆発。超無敵クラス見てねみんな。なぎこが。なぎこが頑張ってるから。いちごにいにいちごにゃんにゃんですね。いちごにゃんにゃんにち。とも、きゅんきゅんきゅん。ありがとう。みーちゃん。んイカリングこんばんは。こんばんは。どうもイカリングです。 お疲れ様です。お疲れ様です。マルティさん。今夜、そう、今夜。今夜ですよね。マヨラボ終わって。ちょっとした。くらいから。いちごにゃんにゃん。とも音符。ありがとう。ルンルンルンル,ルン。<laughs> ル,ンル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 ン。 マヨラボは今日23時からマジで火曜日になると曜日感覚が戻るんですよ火曜日がないと曜日感覚が戻らないマヨラボで曜日感覚保ってるから <laughs> 曜日をね理解してる行かないオフィシャルブックまだ中見てないいやもう借り物競争やりたい <laughs> 買い物競争やりたいやりたいやりたい t ィ f のお話もしてくれるのねそうだよそうだよ t ィ f のお話ももうねただずっと30分ぐらい私がねフリートークしてるだけ <laughs> フリートークショールームの延長戦 <laughs> も早く寝なきゃ今日もあんにゃのうちわ作って持ってったら持って帰る私私のうちわを作ってくれてたのなんで嬉しいよ <laughs> 毎日ショールームやってよくネタつきないよねうんネタなんてつきてるよ <laughs> ネタきっとつきてますよ明日早いのって んーまあ少しだけ普通ぐらいかなちょ,ちょいぐらいかなショールームちゃんと来てくれてんじゃん下がアナルーム読んだよ <laughs> とも友だるまありがとうゆっくり休んでねってありがとう大丈夫だよーだ,だ,ーんだるまさんが転んだ リスンハートありがとうございます海の学習って何ヒロさんレナちゃんこんばんはせいろさんこんばんはタイカリングと私のことも思ってくれてたのそれは「喜びあんなちゃん」 わーい,わーい何書類審査写真公開ブームってうな <laughs> ちゃんアイスありがとうみーくんこんばんはこんばんは動画載せてたりんかちゃんみーやが載せたのえー、見たい は載せないいと思うけど見たい <laughs> だってあの写真どこにあるかわかんないもんそりゃ可愛いでしょあ首痛だっていやなんかどこにあるかわかんない写真もうないと思う私なんかどれだったか忘れちゃった多分。 これかなーぐらいしか覚えてないいや分かんないなんか前の携帯に入ってると思うからもう充電とかもなバッテリーとかもないから分かんない <laughs> 推定推定じゃ意味ないやろ <laughs> 歴代のスクール出身者で一番かわいいのアンナなんだねなわけないでしょ <laughs> 忘れたていやでもマジで忘れたなんかこれだっけなみたいないや何個かさ毎回違うなんかいっぱいオーディション起きてきたからさこの時はこれ出してこの時はこれ出してってやってたらさなんかもうどのオーディションでどれ出したかさ忘れたんだよね <laughs> いやこれマジの話ねほんまになんかえでもえなんだっけななんかほんまにえなんか 毎回変えてたというかその月1か月以内に結構撮影したやつとかなんか規定があるのよ半年以内とかその何オーディションごとにだけ,け覚えてないんですよね大体は全身写真とさなんかよりみたいな感じですけどでもその中にもさなんかいっぱいあるからさ、うん、分かんないマジで。うん そうだからなんかこのオーディションにはこの写真を出しててとか,だから多,分多分これ出したよなぐらいの記憶しかマジで曖昧でなんかワンチャン違うし <laughs> そうあんま覚えてないんでしょうね <laughs> オーディションの時の服とかもなんか自分で決めたん じゃない多分自分で決めてなんかでもお母さんとかお父さんにこれはどう思うこれはどう思うみたいな感じでは聞いてはいるけどまあでも自分では選んでたんじゃないかなだって二次審査の服なんて一個も覚えてないですしそう最終審査の服は覚えてるんですけど2次審査の服はね覚えてないです。 私のフォルダーの中の写真全部一日一ツイートしていきましょうもう私のもう人権ないやん <laughs> 私の個人情報ないやんもう <laughs> そんなことしてたら <laughs> 最終審査はねまあメンバーみんなねそれぞれ覚えてるけど 中はないですね。中が好きですか？みずほさんは <laughs>。 いやだってもう私たちだって本名ファンの方にさだってお何サイン会とかでさ「ああ本名大公開スペシャルじゃん」とか言ってるけどもう自分そういえばも,うもっと本名大公開スペシャルしてるわと思って年齢も生年月日ももうなんか全部ほんまに大公開スペシャルしてるわと思って <laughs> やばいね <laughs> ああああああ 分かんない今本アンナは嘘の名前かもしれない芸名かもしれんそれはちょっと秘密 <laughs> ファンの方に平反名フ大公開スペシャルとか言いながら自分じゃんって思った私,私も何も何もなんかもう隠すことないね <laughs> ラインアイリート住所は一生大公開スペシャルしないでしょ <laughs>。アンニャの個人情報はみんなの個人情報。謎すぎんそれ。怖いし謎だし <laughs>。私の個人情報はみんなの個人情報。みんなの情報ならまだしもみんなの個人情報ってどういうことやね <laughs>。もう個人じゃないやん <laughs>。 確かねなんか思い出で最終オーディションで着てた服は思い出で捨てれなくて撮ってる気がするでも,も着れるようなもうレベルじゃないもうふにゃんふにゃん優 <laughs> 秀し,したハートありがとうありがとう私フリー素材なのかなやだなそれはでもなんかもうあれだよね芸能人ってフリー素材みたいなもう感じになっちゃってるけどダメだよそれはフリー素材じゃないよ 違うよ。ふにゃふにゃみたいななんかさ、なんていうんやろう、なんて言えばいいんやろう、ふにゃふにゃ、もうなんかよれよれ、<laughs> よれよれ、よれよれ子さんですね。よれよれ子さんです。 著作権著作権著作権大事にしていこう <laughs> 勝手にホーム画面にしてごめんね嬉しいよそれは <laughs> あ肖像権だった著作権じゃなかった11月のサイン会楽しみでよろしくね 表情権私の肖像権は肖像権って何画像ってことかアンナはみんなのものじゃないよアンナはアンナのものだよ <laughs> マジです <laughs> アンナはアンナのものみんなはそれぞれ自分は自分のものだよ ったスマホの中あんまいで溢れてるあら嬉しいあんまいレッサーパンダあレッサーパンダさんこの前昨日間コメント読んだ方待ってるよん でも私はあれですねパパとママのものですかね <laughs> 深い深いですね深い私は。 アンナはアンナのものでもありパパとママのものです <laughs> 誕生日も出身も一緒だってことでおろかずらんさん広島ですか広島ですか嬉しいですね 間違い電話買ってきたのこのい「いどうですか?の」の本んだだった美容院かい広島最高同居イエーイ <laughs> 広島アイラブ広島です大好き広島富山丸さんこんばんはこんばんはおひさーおひさあんまさ知らん番号から電話かかってきとったらさ一回さネットで調べる怖いやん さ囲碁のヤンちゃん弾けなくて申し訳ないってそんな申し訳ないって言わないでそらひさんありがとうあるある分かるとりあえず調べるよねそしたら大体今、なんかどっかの病院ですとかさ病院っていうか何そういうなんかやつとかさなんか荷物の受け取りですとかまあなんか別に大したあれじゃないっていう <laughs> けど怖いから。 一応なんか調べちゃう私も今日も今日も今日も京都って大好きです <laughs> 広島いつか行ってみたいって是非おすすめおすすめ 営業で電話怖いねそうでもマジ個人情報ってほんまに危ないよねなんかさあれやんなんかこちらのこちらが未,未払いですとかってメールとか来てそれをなんかワンクリック詐欺みたいなのでタップしちゃったら終わりっていうじゃんだからそういうのとかめっちゃ気をつけるようにしてる まいすいプレゼント見つけたからルーちゃんありがとうすごいねなんか誕生日が近づいてきてるから多分すごいこの前の話し会でめっちゃ何人5人ぐらいの方になんか何欲しいみたいなすごく聞かれてででも正確に誰にも答えてないえ <laughs> えー どうしようん何ていうのが正解とか言いながら時間過ぎてって全員終わっちゃった <laughs> マジで5人くらいの方になんかほんまにでなんかでもその中でもその「この中だったら」っていうふうに視点してきてくださった方にはとはまた違う会話をしたけどでもその方にもなんかちゃんとした答えを言ってなくてそうでなんか「えー?」とか言いながら多分マジでそう5人ぐらいの方になんか結局あの いやななてて答えるののが正解かか私も分からなくてそう <laughs> だから「えー!」って言ってあの時間えじゃあさなんか例えば今候補あるのとか聞いてみたりしてそう別にわざと時間を潰してるとかそういうことじゃなくて本当に分かんないんだよ本当に何て言うのがいいのかそう分かえどうなんか。 あるのみたいな「今んとこ候補ある?」とか聞,聞いちゃったりしてしうんまだないよ」みたいな「洋服がいい?」とか聞かれたりして「そうだね」って言って「どうしようかな」とか言ってた時間終わる <laughs> だら。んかさなんかなんて言うぐらいがさ正解なんだろうって思ってさでもなんかすごく確かに自分がおしめに送る時に聞けるんだったらそれはさ聞いてさなんかおしめが喜ぶものを送りたいっていうのを。 思うかからすごいなんかもし自分でも聞きたいなって思うんでですよでもいざ自分が聞かれたら何て答えるのが正解なのかがちょっと分からなくてそうだからなんかどうしたらいいんだろうって <laughs> 広島行きの新幹線チケット笑,笑う<笑>,笑うそれはなんかなんかそう多分メンバーによっては「なんかえなんちゃら?」とか結構普通に言うメンバーも なんかいると思うんですけどそう何か何を言うのが正解なんだろうなっていう感じでいつも悩んでます <laughs> なんて言うのが正解なんだろうってまあ確かに選択肢があった方がそうだね <laughs> ふわふわのコートを送りたいんだけどピンクとグレーどっちがいい <laughs> 優しい優しい <laughs> ピンクとグレーですかどっちも可愛いねどっちも可愛い <laughs> どっちだろういや昔の案だったら即答でピンクって言ってるんだろうけど最近のは迷っちゃうな。<laughs> <laughs> 冷蔵庫とか言うからそうね言ったわポポちゃんにえじゃあ違うなんだよ違うか家具と家具とか言ったんだよだから欲しい家具ないってポポちゃんが言ったよね多分だけど家,家具みたいなのなったんだよ冷蔵庫とか言ってき全然別に冷蔵庫欲しいわけないけど冷蔵えっ違うっけそういう理由じゃなかったっけ <laughs> ピンクは茶色どっち何が何がうん <laughs> じゃあもうどっちもおけにそい <laughs> みーちゃんがみーちゃんが来てね <laughs> おそろっちおそろっちマツケンさんハートありがとうございます <laughs> いやだってさなんか掃除機とか冷蔵庫とかさ洗濯機とかさ絶対送れないじゃん <laughs> そうだからさなんか一旦そういうの言っちゃうんだよね <laughs> そう プレゼントそれにしたくて同じの2個かえっかわいい本当にかわいい <laughs> プレゼント選べないからその分 CD 買うって全然もうなんかいろいろねみんなのそういうなんだろう本当にそれぞれだと思うからもうどんな愛のあれでも嬉しいです <laughs> ちょっといい靴下にしとくか,かわいいジョジョ園お食事券 <laughs> ちょっと金券はね多分ね返却されるで <laughs> 嬉しいけどなそりゃな メンバーな喜ぶけどな <laughs> 愛が欲しいいや愛は欲しいよ愛は欲しいけど愛はもうもらってるからなんかなんだろうななんだろうね <laughs> でもあの手紙手紙欲しい 手紙欲しいし、まあ、プレゼント送ってくださる方もすごく嬉しいけどそのプレゼントに是非お手紙をつけてほしい <laughs> どんだけ手紙を <laughs> 手紙が欲しい人なんかって思うけどあとなんかお話し会とかでその話とか結構するお父さん何欲しいって聞かれても即答じゃないですねあのでもこの前あ言ったりするけどまあよくわかんないから「じゃあ自分で買いな」って言われる。 まあ自分まあなんか選べないからじゃあ自分で買いなよみたいな <laughs> 感じで、ね、OK って感じで自分で買っちゃう <laughs> 手紙頑張って書くねってエリ君待ってるよ <laughs> なんだろうね他のメンバーは何て言ってますか手紙の枚数制限ないと思いますよ多分。 ラスタッフさんの謎のつい何わかんない「安愛そろそろ」怒りん越しかと思いきや <laughs> 嬉しい初めての手紙書くって待ってるー手紙って大体何枚くらいが嬉しいは読みやすいえ 100枚はそうねちょっと数日かかる <laughs> だしみんなの手が多分多分いなくなってそう <laughs> ちょっと手がもう終わってそうマリモはくれるの育ててくれるならあ,とあんまり育てないと思うんで大丈夫です <laughs> 正直者正直者多分あんまり育てるの得意じゃない あん,まりあんまり得意くないんですよね。ヴィンセント封筒買って数ヶ月熟成させんといて肉だけを熟成させていいのはパソコンうち全然あるよ漢文で送るえっとごめん多分読めない <laughs> 読めん。 話したいことたくさんだかお手紙長くなっちゃう嬉しいよそんなにだって私にそんなことそんなに伝えたいことがあるって思ってくれてるなんて感謝一日に一枚書いてある程度たまったら送る <laughs> おもろ絶対途中でみんな飽きるっしょそれ <laughs> いいよ待ってるねみんなのことも知りたいし手紙眠らさないでボボちゃん 手紙は眠ら,せちゃ眠らせても熟成しても美味しくなりません <laughs> こちらに送ってください日本語以外の手紙はね来ないですねあんまでもその,あの海外の方からいただくことはあります すごい本当に愛おしくなる一生懸命日本語を調べて書いてくださってるんだなって思ったでも上手すぎて逆にびっくりしちゃうなんかさあんもさみんなに手紙返したいよね本当に返したい何ビットコインってパソコンと直筆はどっちでもいいうん全然 うちでも大丈夫ですよ大丈夫だよ封筒に愛だけ込めて送るのは <laughs> どういうことそれはもう何も入れないってことですかつい多分スタッフさんがびっくりして私に届くかな <laughs> スタッフさんがそれを感じ取れればオッケーだと思います あ年賀状ねでも本当になんかほんまにその時期による例えば多分なんか事務所に行く回数が多い時はなんかもう全然すぐ受け取るしって感じなんだよねなんか行く時と行かない時の結構差が激しいからなんか何とも言えないけど絶対に必ずは受け取る <laughs> って感じです そうスタッフさんの確認タイミングとそう私たちが事務所に行くタイミングのすべて年賀状遅れますよ全然お手紙みたいな感じで全然大丈夫年賀状え遅れますよ全然年賀状結構いただくよそうだねスタッフさんが先には読んでます <laughs> でもそんなこと気にしなくて大丈夫だよだってさスタッフさんはさ皆さんの顔分からないんだよ誰がどこの誰が描いてるかなんて分かんないんだよ私は分かるかもしれないけどさ顔が思い浮かぶかもしれないけどさスタッフさんたちはさ分かんないんだからさいいよ大丈夫だよ 別にそんななんかなんかこんなこと書いてるとかっていうよりかは本当によくないことを書いてなんかないかチェックだ,だけだから大丈夫です大抵のものは省かれないですよ <laughs> 封筒とか無地でも引かない全然引かないですよ 少し脱字チェックしないよ。光栄さんじゃないんだから。<laughs> 私たちのスタッフさん、光栄ちゃうねん。<laughs> 封筒の住所はね私たちにはね届かないです。うん、皆さんの住所はあのさよあの 残念ですが残念ですがというか皆さんにとってはすごくなんかごめんねって感じなんですけどあの住所とか結構そういうのとかはないです <laughs> はいごめんねなんかなんていうのちょっとビーってなっちゃってるんだけどでもちゃんと中身は届くから大丈夫 中身っていうかいや封筒もちゃんと届くんだけどちょっと消されちゃうから、まあ、でもそこはしょうがないかなって全然どういうふうに消されてるかちょっと言えない言わないけどいやプレゼントに入れてくれててくんか分離されちゃう時もあるけど多分その入れ方にもよるけど基本的には分離されてないと思います でもともと多分住所書いてあでもプレゼントと一緒に送ってるから住所が書いてないだけなのかな分かんないわかんないですねそれはお手紙はそうねまあ笑っちゃう時もあるよ絶対もうね笑いを狙ってきたでしょっていう時 名前は消されないですねあでもフルネームとかその住所のとこに書いてある名前はあれかもしれないでもニックネームとかは絶対消されないだからなんかツイッターとかそのショールームで使ってる名前を書くのが絶対にいいと思います最後にでなんかもしプレゼントと分離しちゃったらなんか どのプレゼントかわからなくなるからお手紙にこれとこれを送ったよみたいなこれ送ったよとかそういうのを書いてくれると助かりますそのプレゼントの中に入ってることもあれば分離して入っちゃってることもちょっといろいろあるのでそうだから多分あんまお話し会であんになんか最近欲しいもん何って言われて 聞いてもそう何が言いたいかというと「最近欲しいもん何?」って案に多分聞いても「あのええ!」って迷われて終わっちゃうと思いますっていうことを先に伝えさせてくださいそうなん,かなんか選択肢がそう確かにあった方がなんか言うかもしれないまなんかうんんか「何欲しい選んじゃら」とかっていうのはちょっとあんまり私はそこまでなんか急に言えないと思うからお話し会の数,数秒間の中で。 そうなのであのそこで時間を使わせてしまうのが私的にすごく申し訳ないなっていうのがあるので冷蔵庫ソファーとか言っちゃうから <laughs> そう別にしかも別に欲しくないのに <laughs> そうなのでこうみんなにそうそう悩んでる私が見たかったら全然いいんですけど <laughs> 悩んでる私で時間を潰したくなければ。 できればあまりちょっとその話題はそうあの私は全然聞かれて嫌とかじゃ全くないんですよ全然嬉しいし、えー、何だろうって真面目に普通に何て答えようって考えるんですけどでも結局答えが今まで結局出てきてないんですよで、ね、時間を潰してしまっているのがすごく申し訳なくて <laughs> そうだからせっかくの数ねその買ってくださった私のお話し会をそうゲットしてくださった皆さんの大事な時間なので。 私の悩んでるただの時間で終わってしまうのが申し訳ないなっていうのをちょっとこの前感じて <laughs> そうなんです、まあ、ショールームとかやったらいくらでもね一人で悩めるからいいんですけどお話し会だとやっぱ秒数が決まっちゃってるので1洋服2アクセサリー3広島えっと広島ってどういうことですか広島の土地をくれるんですか <laughs> 逆にいらないものいらないものですかなんでしょうね そうですね勉強勉強漢字ドリルとかですかね大丈夫ですあの国語辞典とか大丈夫です当てないでもらっていいですかたくあんはいそういう系統はちょっと大丈夫ですねなんか勉強系は大丈夫ですはい ははいいい漢字ドリルは以前たただきました、はい、あの辞書も頂い,いたことあるんですけど「はいあの大丈夫です」結構持って帰るの重たかったんですけどはいドリルドリルではなくあの辞書が結構重たくって、はい、なんですけどありがたいんですけどもうどう見てもあのー、あれだったんですよあのー、何いつ使おうかなっていう。どう見てもファンの方 <laughs> って思って送っただろうなっていう感じではいですねそれは持って帰るでしょう <laughs> 普通に重かったかんねマジで重かったそうだからまあなんかそういうのはちょっと本当にちょっともう遠慮しときたいなっていうのはありますそう送った方も絶対そう なんか絶対ネタで送ったんですよいや電子辞書 <laughs> 電子辞書多分電子系のものは送れないからリアルリアル辞書を送ってきてくださってちょっと重かったですねはいなのでちょっと私が疲れちゃうので持って帰るのにそれははいちょっとやめていただきたい あでも私その辞書はちゃんと広島にあるんですよ。これは本当でなんか今ごめんね広島にあってごめんね <laughs> 広島にあってごめんなさいなんか結構一回めっちゃねいろんなものを広島に送ったんですよそうごめんすごいなんかリアルな話してごめんなさいもしこの中にいたらでも本当に全然捨ててなくってなぜならなんかもし大人になった時とかに普通に使えるかもしれないなって思って。 そうね、でも今ここで使うかって言われたらって思ってでも本当に置く場所がなんかあだからとりあえずなんか「イコラブ」のグッズとかもそうなんですよ自分でどこに置いていいかわからないからそう,なんかそういうものとかをめっちゃ段ボールに入れて送ったんですよ <laughs> だから広島に帰省しています <laughs>。 そうだから本当に辞書はいいですかあ辞典か辞典も大丈夫ですはい大丈夫ですなのでとりあえずそうですもうイコラブ」のグッズとかも結構定期的に持って帰って毎回いろいろそうしてますね 東京用が安いってことですか <laughs> い,いえいえいえい,いえもうあの十分でございますありがとうございます、はい、アナの生写真送ったあ大丈夫ですでもちょっと清介さんもアナの生写真 ちょっと誰かあれしてあげてくださいアンナのファンの方 <laughs> ちょっとアンナは大丈夫です <laughs> 売って元気にしているのかとそさすがにそんなことはしません私人生で物を売ったことないので売り方がわからないんですよこれはマジでそうなんかメルカリとかそういうのやったことなくてメルカリで買ったこともないし売ったこともないんですよ私なんかなんだろうそういう古着屋さんとか で服持ってったことも正直ないしなんだろう中古本とかも持ってったブックオフとかも行ったことないんですよ行ったことないっていうかブックオフの本を買ったことあるのかな本というかなんか DVDCD とかわかんない多分そういうのはあるんですけどでもマジで売りに行ったことないんですよ1回もだから物を売ったことがなくてそうだからね結構ねあの 私家に物が溢れてて物捨てられないタイプだしあんま売れないタイプでだからなんか売るのめんどくさいなって写真撮ってなんかねやり取りして放送して送るって結構面倒くないって思っちゃってあんまなので私全然そういうことしたことないんですよねそもそも売る本がないのではあそれは間違いない <laughs> 間違いないですねみーちゃん貧乏したありがとうございます <laughs> じゃあオークションしてオークションあしてあげるよあオークションここでするわでもどうやって送ればいいんやろじゃそりゃスタッフさんにお願いしよう <laughs> 最低 <laughs> じゃああんなの使ったこれは100円からってやろうかな <laughs> オークションしていいアンオークション開催儲かるかな <laughs> さあ儲けちゃお <laughs> そうでも本当にそのやったことがないんですよそう 儲かるかるね服とか <laughs> 買わんのかい買えよ <laughs> 100人もっと高っ <laughs> せめてせめて100均の消費税より上にしてくれ <laughs> 売って寄付したら美談よ <laughs> じゃあ美談作ろううううううやば 普通に働くよより儲かるよいやでもね110円とかしかね言われてないから多分どうだろう <laughs> あんちゃん使用済みスマホケース汚いよ汚れてるよ <laughs> あんなダイソーやけんダイソーかそっかそっか ちょっとあんまりみんなやっぱなんか100円とか300円ぐらいしかみんなちょっと言ってくれないねなんかちょっとあんま価値がないそうなのでやめておきます送料の方が高くつきそうなんでやめておきましょう <laughs> 使用済み私の使用済みまる 伊藤さんから8時間くらいしかられそうなんで8時間にしたんめっちゃウケる <laughs> 多分サインつけてもね価格上がらんよ何を出品する予定なのええ何出品しよう服 <laughs> あの服着られる人少ないか <laughs> 少ないかな誰も買わないかなじゃあロスケ <laughs> 財布 <laughs> 森下とはしな、ね、い ユニフォームですか8一が書かれたホワイトボード <laughs> ホワイトボード欲しいホワイトボード結構送料かかりそうやけん高くつくで靴金のファム店金のファム店はちょっともらい物はあげられへんわ <laughs> ファ,ムテンはファムテンは私ちゃんとあの s ト o n さんからいただいたサインボールの横に置いてありますからね今もありますよすぐそこにすぐそこにありますあの使用済みボールペンなんて無限にあるよファムテンあるよ ワインさんのあの何ポスターの下にある私のファムテン金のファムテンと普通のファムテン見るじゃあみんなにファムテン見せてあげるみんなにファムテン見せてあげたいやあちょっと待ってね てかさ、さおもろいいのがさやばいもだって場所あれしたいから見て大丈夫かな大丈夫かなよいここにポスターがある下に <laughs> ここにいます <laughs> ここにいます <laughs> あカメラ移動させましたここにポスターがあってハートポスターがあって ボールがあってここの上に <laughs> ハムテンいますハムテンたちそしてトワイスさんのやつ以上ですえ、はいね、ちょっと一回待って <laughs> やばそう はい、戻りましたはいちょっとね、怖かったから一回切ったわざと自分が切りました <laughs> そう、ちょっと危なかったから自ら切りましたいい感じでした、いい感じで、いい感じに上手に移動できました ループループをね、こういう時に使っちゃう人ですよ。<laughs> こういう時にね。どうで、どうでしたファムテン。ファムテンいい感じだったでしょあれ、ドレッサーの隣にもう一個棚があって。で、その上に、なんかもう一個、なんか置いてて、その上に。あの、います。ご丁寧に飾られてるでしょそうだよ。 こんな感じいやてかそろそろホワイトボード戻らなきゃな <laughs> <laughs> なんかあのファムテンたちがいる下になんか透明のケースみたいなのがあるんですけど割に本当はなんか入れたかったんですけど入れるものがなくてなんか買っただけ買っただけ。 になっちゃったから、あの上に置いた。誰ですか、噂した人。<laughs> でも一回しかくしゃみ出ませんでした。ナイトボードをね、まだ。消してない。結局。サインボールは。 ね、しそぬさん。んひいちゃんパパ誕生日、今日ですか。ひいちゃんパパお誕生日おめでとうございます。<laughs> このエフェス、そうよ。このエフェスの月のまま、でもね、言うてちょっと消したんよ。ね、んねんねんちょっと残っとるだけ。ひいちゃんパパおめでとうございます。 あ、鈴木くん持ってこよ <laughs> て <laughs> 来ました、鈴木くん鈴木くんやってきたよ 鈴木くんです。鈴木くんです。ひいちゃんふふお誕生日おめでとうございます。<laughs> おめでとうございます。泣かないで。ああ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 フィヨンスレイ、おー,ー,ーちゃん、イーちゃんはは見てますか？多分見てないかな。どうだろう。<き>はいでね。今日は家族でお祝いしていらっしゃるかな？<laughs> ひーちゃん、母。ひーちゃんパファ、パパ。母って言いづらいですね。ひーちゃん、母。誕生日、おめでとうございます。<laughs> ひーちゃんが今ショールしてるのかな。たらひーちゃん見てるかな。ひーちゃんを見てるかな、パパ。ひーちゃん、パパ。 ひいちゃん母, <laughs> 母に聞こえる確かにパパってまずいパってやっぱ難しいでもひいちゃんパパさんにねお会いしてみたい本当にまだお会いしたことないですねお会いしたいです え私も通りも好き <laughs> めっちゃ好きなんか通りもを冷蔵庫に入れて冷やすって食べるのが好きですめっちゃ好きひいちゃんが家にいらしてください言うてた嘘 行きたいミリニゃが行っててひいちゃん家にお邪魔してたんだけどそうすごいおもてなしがすごいって言ってた <laughs> ひいちゃん家にお邪魔したいお話ししたいパパさんとも <laughs> 冷蔵庫でもみじまんじゅうはね冷やさんかもしれんうんミリには寝たらしいな <laughs> 面白すぎあんな昼寝するかな <laughs> どうやろうか「ま行ば行パ行」は唇つけないといけないから難しいらしいです ワイウエをバビブエをパフィプセ確かに難しいですね。確かに難しいこれはなんか普通にこういうシャエリーならいけるんですけど、あいうえあなんかワイウエオに聞こえちゃいますね。 唇つけるの難しいよねパピプ独特なんですよねきっと日本語って私たちは普通にこうやって喋ってねなんか歯と歯の違いとかわかるけどさきっと海外の方からしたらなわかんないじゃん なんな感じ、急にファムテンを見せて <laughs> 鈴木くんを見せて急に動き回った私 <laughs> あんまこだわってないですけに <laughs> オークションの話からねなんか話がだいぶ飛びましたね移動式 本日移動方式ホワイトボード消さないとマジでマジでなんか消えなくなるいっつもねなんかねマジで放置しすぎて消すのめっちゃ大変なの <laughs> いっつもねなんかウエットティッシュとかも使いながらねなんかアルコールっぽいやつとか使いながらね頑張って消してるんだそしたらねどん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 ねちょっとね,あのね色がね変になっていく ずっと放置してるからまあいつもこんな感じなんだけどねそうなんかねあと残っちゃうやばいかな消せないかなやばいかもしれないどんぐらい経ったまあでも1か月経ってないんじゃないかなえじゃあちょっとホワイトボード見る最後にじゃあ消してみようか今から今からどんぐらい消えるか 消えるか配信しようちょミステせていいものかなまあきっと大丈夫かじゃあみんなに特別に私のホワイトボードを公開してあげますね私のイコノイフェスのものが書いてあるやつをだからすごくレアなのでちょっとダメですよあのじゃあ先に言っときますねじゃあスクショも禁止だし動画と載せるのも禁止ね わかったじゃあい別に何,何でダメな理由はないけど約束事をみんなが守れるかっていうちょっと挑戦オッケー約束、ね、ででそういう私が一個でももう見つけたらもう一生そういうことしないからそういうのあったらいい どううしようかな、やっぱりやっぱ,やっぱりなやっぱりなって言っても乗せる振りだねっていう人いるからな <laughs> フりだねって言う人いるからな結構、あんまフフフフで言うことないからフフ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 の見せてフフなものでは全くないけフフフフ なんかもう本当になんかあんま好きじゃないのショールームをなんかあれされるのショールームはリア,ルなリアルタイムのものだからあんまりそうされるの好きくなくてそうなのでそうしないでほしいのみんなにショールームはみんなとコメントしながら その時間を楽しむことが私の楽し,い楽しさだから <laughs> いや別になんかの見せちゃいけないものっていうわけじゃ全くないんだけどねそれはいいものなんだけど見せて。 <laughs> 優しいなんか逆にコメントが優しすぎてごめんって感じ優しすぎるみんなが <coughs> 別に私が勝手に書いた私が覚えるためだけに書いた文章だから別になんかいけないものはめ全くないんだけどね <laughs> でもただちょっと消えるかどうかはやってみたいんだよね <laughs> 消えるかどうかはちょっと試したいじゃあなんか消えるかどうか今から試してくるわちょっと一回試してみるねあ全然消える 消えるけど黒がちょっっとやっぱ濃いな黒がねやっぱ濃くてなかなか消えづらいけどなんか青と赤も使っててそこら辺はねだいぶスムーズにね綺麗に消えましたてか逆にもう乾いてるからこそなんか消えやすかった。でした 指では消してないですさすがにちゃんとホワイトボード用の黒板消してでしたじゃあまあ大丈夫そうということであのこれをちゃんと消してあのホワイトボードで配信したいと思いますということでこんな感じで。 いやまあ、いつからやるとは言ってないよいつかやりますって言っただけで黒一色だと思ってた、うん、昼公演は赤で夜公演はよ夜でん違う <laughs> 夜色のペンって何やね夜公演を青で描いてた黒でなんか図を描いててで赤と青で使い分けて昼と夜であれしてました 私の大好きな言葉いつかいつか「<laughs> つか <laughs> なんか君はた」とか書いて例えば「何番」みたいな48番と「君はた」四48番にいて42番こっちの42番にいて。 何番みたいなのを書いてたりしてました花道今こっち向き上手向きの花道の何番こっちの花道の下手向き何番とかっていうのを結構書いてましたバランスボールさんもねいますよこっちがビーステとか マジで書かなきゃ無理毎回コンサートの時もこのホワイトボード大活躍チョリース <laughs> チョリースって感じでした <laughs> まあいつでしょうね来月ぐらいからやるじゃん <laughs> いやサナはテーピングに書いてたでもテーピングに書いたのは多分1個ぐらいよ立ち位置言うてなんか絶対にいつもなんか忘れちゃうみたいなどうしてもそういう立ち位置だけ書いただけで他は覚えてるからねみんな基本的には覚えてるみんな全部覚えてるのよでもやっぱり本番になるとさなんかテンション上がっちゃってば間違えちゃうじゃん分かんなくなっちゃうじゃん だからそういう時もあるじゃん正直人間なもの何十個もさ覚えてるんだからさ何十個じゃないよ何百個だ <laughs> だから <laughs> そうだから七かに <laughs> そうなんかねあんがなかにこうやってこうやって,てみたいな <laughs> そうやってる映像めっちゃおもろい自分で見てもおもろいもめっちゃもうニヤニヤしてから うん「はいそっちですよ」っていう顔してな何か「はあ間違えました」って顔してんのよ二人で合図送ってんのがめっちゃおもろいで二人で「はーい」って言って <laughs> それが面白い「美おちゃん初めてありがとう」<laughs> 面白い映像 でも何かで見たんだけどそのあのー、私が何だかアンナさんがなんか花火が出た時にちょっとずつ後ろ下がっていくのを見てましたって言ってたじゃんそうだったのねでもその反対側の立ち位置に多分ミリニャがいてミリニャめっちゃ可愛く下がってたのうみたいな感じでそれが可愛かった。<laughs> だってテストなのイメージーってテスト <laughs> 一緒に勉強しよう <laughs> いやミニにはもう目の前にあのあったんですよ花火が目の前にねシャーって来てる花火があって上の花火じゃなくてそうだからなんかそう ちょうどねメンバーによっては目の前に花火がある来ちゃうっていう子とかがいてそう上の花火ではなく、ね、下からシャーって出てきてるそう花火そう物覚えあもう悪いよ物覚えっていうかそういうなに歴史的な人とか,なんかそういうものは覚えらんないけど立ち位置のなら覚えられる DVD <laughs> 言ってください dvd だってこのまだだって 24Girls あ 24Girls 見てないやんそういえば 24Girls のさ DVD で出たばっかなんやからさ絶対まだまだやろ出るとしても。<laughs> 朝横ありそう横ありもね出ちゃいもんね武道館は出たもんね来週あたりに発売してくださいもうスタッフさん徹夜あざんまいになっちゃうよ確かに4周年もあんのかそうやん横あり4周年イコノイフェスいやもう全部出たらもうみんな破産しちゃうよ <laughs> どうなるんだろう、全部出るのかな。え、どうなんだろうね。どう思いますか、皆さん。え、どう思う。えー。どこまで出るんだろう。どこまで出るんでしょう。諭吉が。 4周年とよくりが同時に出るとか2枚組とかありそうないかな <laughs> 違うかなえー、どうだろうツアーね広島行きたいないつあるかはかんないけどさ広島行きたい でも広島あったら緊張するそれはそれでなんかやっぱ自分が頑張んなきゃって特に思うから <laughs> 武道館懐かしいな椿ファクトリーさんかな昨日昨日かな武道館でしたよね写真ちょっと見たそしたらなんか イコラブは真ん中のセンターステージじゃ,じゃなかったんですけど椿さんはセンターステージでした私たちは普通の何センターではなく本ステの場所にあるタイプでやったんですけどや川にはあるでもナイミーちゃんだよねイコラブは今回はねナイミーちゃんにバトンタッチしてるから多分 分かんないイコラブは今んとこ出ないですよねなゆみちゃん発表されてたで武道館なんやって思ってでもアーリーさんにお会いしたい <laughs> アーリーさんにお会いしたいですももクロさんイコラブめっちゃ大好きだからさみんなもうなんかももクロさんに会うとなんか元気もらえるんだよねももクロさんのなんかパワーってやっぱすごいなって いう,ふうにすごく思ってなんか圧倒されちゃうでもももクロさんにお会いするだけで元気が出るし笑顔になれるしああこういうグループって本当にすごいなって素敵だなってこ,いうこういうグループになりたいなっていうふうに思うからお会いしたいももクロさん もうクロさんにお会いできる世界に来れるなんて思ってなかった。でも基本的に自分たちがの予定スケジュールとかなんか何に出るとかあんまり知らないから <laughs>。 <laughs> 何も知らないから私たち何とも言えないんですけどねわかんないけど今んとこは発表されてないので私たちはのいみちゃんにバトンタッチしたのかなみたいなそんな感じでよく分かりませんけど <laughs> そうとりあえずアーディンさんにお会いしたいももクロさんにお会いしたいですね <laughs> アーリンさん亀を覚えてくださったんですよ47都道府県ツアーええー、やりたいかもだってそしたら47都道府県行けるんだよだからあんなカーニバルを開くなら <laughs> おこがましい私なんかが <laughs> 女性アイドルシャッフルメドレー確かになんかアイドルティフとかだよねやっぱでもそういうのって でもすごいよねそう考えたら「綾カアニマル」結構コラボあったしアーリンさんがすごいっていうか何がすごいってアーリンさんがすごいんだけど <laughs> カウントダウンライブって321みたいなやつで一緒にライブしながら年明けますよみたいなやつですかカウントダウンライブって年越し 年越しライブは多分ピンエンがそういうのできる年になるまではやらないと思うよできなくない多分そこの2人ができるようになったら、まあ、ワンチャンできるけどそれはまだかなあと12年は 基本的にあんまりなんか年齢的にもとかいろんな理由で誰かが抜けるっていうのがあんまりらばないので基本的にはでき,るできるだけフルメンバーというか <laughs> みんなで出るのがあれだからね。なさそう。 まあそういういバラエティとかでなんかおしゃべりするのでとかぐらいだったらなんか2人抜けてもやるとかある可能性もあるけどでもなんか基本的にライブパフォーマンスする時にメンバーが抜けてやるってことはできるだけ全メンバーでやってきたから今までも。 それが、ね、いいコラボかなって思うから無理にねまだやるというよりか10時までライブして年越しまでトークです何時間やんねん <laughs> トーク2時間結構結構大変やで。 いやもう基本的になんかこう立ち位置があって一人抜けるだけでもうめちゃくちゃ変わっちゃうから深夜テンションでもうパジャマでやらせてくれって <laughs> 邪魔でやらせてくれってねそ,そろそろしょ俺もあろうかな <laughs> ウォースト写真いやベスト写真にしてや <laughs> ワースト写真かウォーストって呼んじゃったウォーストか <laughs> そのまま読んじゃったワーストだったそれ,それ最初も読めなかったんだよねその英語 <laughs> なん何ならベスト写真にしてベスト写真出させて そんななワースト写真出ささないで <laughs> みんなもベスト写真が見たいでしょ <laughs> う正直でも出してるワーストはまあ出せる範囲内だったら、まあ、結構上位のを出してるんですけどあの出せない範囲 のの方が普通にあありすぎてあの正直ね <laughs> 正直もうなんかあれのワーストなんて序の口ですね言うて言うてもだって出せる範囲のワーストですからね正直でも出せる範囲では結構強烈出せるレベルの中だったら結構強烈だと思うんですけどはいもうそれを越してその全部レベルでいけばあれですねまあ 正直あんなもんじゃないんですねはいもうそそれらへんはなんかもうちょっともうなんか友達とか親とかにも「見て」ってあんま言わないタイプなんだろうねなんかもうやっぱもうメンバーの中での信頼によって作り出されてるものなのでそうやっぱ。 元気が出るホルダーは間違っても甘いこうメンバー以外の人にはちょっと基本的にはお店はしたくないやつうんそんな感じですそうちょっとねレベルがねそうなんですよ ググってもても出こないですねちょっとさなちゃんがお弁当を3つ食べている写真ベスト写真じゃん <laughs> かわいいじゃんかわいいかわいいまぶたの目は全然ギリギリじゃない、まあ、まあいったなぐらいのレベルですね多分ちょっとファンが減っちゃう減っちゃうかなみんなちょっと嫌になっちゃうかもニコラブちゃんの子 でもね違うのよでもそれだけお互い信頼してそう出し合ってるからこそ見れる表情なんです。だからいやでもなんであのフォルダーが始まったかというとこうなんか移動中にその新幹線だったかな多分新幹線の移動中だったからそのあんまりそのみんなでさなんか。 あーだこうだでできなないいじゃないですからん,んか普通にその画像グループ LINE でみんなで1な個のフォルダ作って私最初フォルダ作ってなかったんですよ普通にずっと LINE で送り合ってそうなんかあんまりさなん,かなんだろうお互いでな喋ったりがそんなに特にこのご時世できないじゃないですかだから画像を送り合ってでもちょっと笑っちゃうから <laughs> ってなるんですけど <laughs>。 それはちょっとなっちゃってたんですけど笑いこらえる方が大変だったんですけど、あのー、それをずっとメンバーがもう永遠に写真を送り続けてみたいなそ,うそれであのー、何完成したのがそのフォルダーだったんですよ。その日に立ち上がってそう なんでああいう写真を送り始めたのかわかんないけどなんかとりあえず面白い写真ばっかり送ってみんなでずっと爆笑してなんかで面白かったらなんかそれをもっと拡大してスクショしてまたそれを送るとか,なんかとりあえずそういうことをしててそうでなんかまた違う日になんかこれがでも期間が過ぎたら見れなくなるくないってなってアルバムにしとかないと見れないってなった時に私がバーって選択を全部選択したんですよ。それでなんか全部を フォルダに入れるってやってフォルダを新しいフォルダを作って案外つけたんですよ元気が出るフォルダってそう <laughs> 勝手に作って「えフォルダできたじゃねできたじゃん」みたいになって「じゃあ今度からここに追加しよう」って言ってあのみんなでそこにそう追加していってる多分めっちゃ溜まってると思います300弱ぐらいじゃないずっと。 280とかそんぐらいあるんじゃないかな分かんないけどそうなんですよあそう私がねつけたと思う私は多分作った元気が出るフォルダーっていや言うて最近ですねコロナ禍になってからなのでそうなんですよ そうですね目指せ500枚ですねえ好きな写真いっぱいありますよ本当に好きな写真いっぱいあるまあ花のね出したやつもまあまあ結構あれ好きなんですよね花の写真好きだしでもリサのなんか好きなやつもあるんだよなリサのやつも好きなやつがあってしかもなんか同じ系統3連続とかあって本当に面白い あでも亀子さんの写真で多いのは確かに手遅れなんかねサード期間が多いっていうか手遅れというよりかはサード期間多い気がする特に <laughs> あとなんか昔の写真がやっぱ多いかなそんな感じですやばい終わる終わる詐欺してる 終わりますって言って、結局終わってない。終わろう。う <laughs> 終わります。終わります。順位を読んでいきます。十三位から、十三位がマイケルさん、十二位がジスン、十一位がユーシーさん、十位がニンさん、九位がクロさん、八位がユケンさん、七位がユカリン。 六位がヒデさん、五位がマツケンさん、四位がレグルスさん、三位がとも、二位がキソバさん、一位がサシナユイさんです。ありがとうございます。一人目ランダム、パウクたま子さん、二人目ザン、三人目リュウさんの三人がランダムです。それでは今日も配信を見てくださってありがとうございました。それではじゃんけんします。せーの じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキチョキですこの後は23時から私のラジオ FM 富士で真夜中ラボがあるのでぜひ聴いてくださいよろしくお願いしますそれではさようならバイバイインスタ今日は更新したので見てください